矢野チャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは機械戦隊の全怪者誘導第2弾、こちらの方を買ってまいりましたが、今日はその報告をさせていただきたいと思います。2021年10月11日月曜日発売しました、全怪者の第2弾誘導がついに登場しました。こちらの方見ていきましょう。まずはこちらスーパー全怪者の AB、 そしてこちらがツーカイザー、そしてツーカイザーの真剣フォームアーマーということで、アーマーが別途でついてるわけですね。でこちらが、ツーカイザーオーレンフォームアーマーですね。これ別々になってるのすごいなと思うんです。あとスーパーツーカイザーのアーマーです。スーパーツーカイザー本当にこんだけこれ揃えるのは結構すごいですよね。出ました、ついに戦闘員クダック。これがやっぱねたくさんだったらいいですよね。続きましてステイシーザー、ついにこれも誘導になりました。そしてなんとなんと全怪レッドの登場です。それではスーパー全怪図は中身見ていきましょう。 A の方が上半身ということで中に入ってますね。ほとんどできてます。ただシールを貼るポジションね、これを間違えないしないといけません。で次が B ですね、スーパーツーカイザーの B でございます。こちら下半身、あと武器がついてますね、こちらのような感じ、足と武器がついて、あとシールです。ツーカイザーの方はこちら、本体とそのアーマー全てちょっと見ていきましょう。こちらの方のまずツーカイザーのみの方は、手首パーツがついてシールですね、結構細かいんで気をつけてやっていきましょう。まあこちらの真剣フォームが大変だこりゃね、シールがちゃんとミスがないように貼っていかないといけない。でも神経フォームで大変だと思ったら、オーレンフォームもまたこれまた一つ一つが細かくて、シールがこんなにあるんですよね。これもすごい。で最後、スーパーツーカイザーのアーマーですね。いやーこれツーカイザーもう一体ないといけないのかなって感じがしますけど、買えたら買いたいと思います。そしてこちらですね、たくさん買えたら助かる今回の戦闘員クダックでございます。細いな、これ結構ね素材としてもなかなかいいんじゃないかと思うんですけど、ちゃんと武器のねこのコンセントみたいなやつもついてますし、手首パーツも、2種類ですね、グーッと開いてる手とあります。続きましてステイシーザーですね。これも敵キャラとして欠かせらんないですね。いやいやいや、このシール頑張って貼っていかないと、完成した時の喜びがまたたまりませんからね、頑張りましょう。これが何だっけ、バトルジャパンと、ブラックライトですよね。それをブレンドするとこんな感じのキャラになるということです。そして最後、全怪レッド出ましたか、ついに本編では出ないのにキャラとしては出てきました。全怪レッドね、出ないと思って塗装したんですけどね、それとちょっと比べてみたいと思います。お楽しみに。今回は全9種類ということで、結構いろんなラインナップ出てますね。また戦隊のこのね全怪者もまたライダーと違った魅力がありますんでね、どうしても見逃すことができないので私も手に入れてしまいました。いやーこれねクラックどんだけ手に入るかが大事。あとはツーカイザーもう一体欲しいな。いや書いてある顔、そんな感じですね。スーパー全怪者も完成して具合によってはもう一個欲しくなっちゃうかもしれません。とにかく今回も魅力たっぷりの誘導全怪者第2弾でございました。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。